松田源氏松田源氏10月4日から1936年2月1日は、日本の弁護士、政治家、衆議院議員、続籍は、大分県平民、拓務大臣、文部大臣、衆議院副議長を務めた、大分県出身、松田六兵への次男、家は貧しく学士はなく、教理で、小学代用教員や電信技師を務めた、百九十四年、上京した、 日本法律学校卒業、文官高等試験並びに、半検事等洋試験に合格、司法監司法を命ぜられ、福岡、佐賀等の区裁判所に勤務したが、金属わずかに八ヶ月で官を退き、上京し、弁護士となる。1九百八年に、第十0回総選挙に、大分県軍部から立候補して初当選、はじめ立憲声優会に入る。九百十五年三月の、 第12回総選挙では、時点で参戦を逃すが、同じ選挙区で再開当選した、声優界の成木を広義が、同年11月に辞職したため繰り上げで、補欠当選した。1924年に、声優界を離党して、声優本党結成に参画。1927年、声優本党が、県政会と合同して、立憲民政党を結成するとそれに参画した。 1929年、浜口内閣で、拓務大臣を拝命して初入閣。1934年、岡田内閣で、文部大臣に就任し2回目の入閣を果たした。1936年2月1日午後、松田は、東京帝大に赴き医学部内科物理、両方学教室の30周年記念祝典に、出席、そのついでに創設者の真部海一郎教授時期時期の、 健康診断を受けたところ、心臓が肥大しているので注意するよう言われた。ところが、そのわずか3時間後に突如心臓麻痺を起こして、休止、満60歳だった。18歳から、独立独行、父兄より、学士の支給を受けたことはなく、自活の余暇勉強した。松田によると成功の最大要件は、自制、国旗、収容、姿勢、もって、勇務務努力するにありという、 文部大臣就任から間もない頃に、近頃、家庭でパパだのママだのという言葉が流行っているようだが、もってのほかだ。日本語を使って、お父さん、お母さんと呼ばないから日本古来の行動が廃れるのだ、といった内容を語ったことが報じられ、議論を読んだ。翌年には、日本美術展覧会が運営をめぐって紛糾する、原因になる、松田階層を強行している。 松田や大分県、宇佐郡柳が浦村、東京市工島地区五番町、1870年の、1876年の、1886年の、1881年の、1872年の、1883年の、1891年の、1888年の、1913年の、1917年の、1911年の、1915年 ありがとうございます。